で次に使う道具はこちら。お、大きなボールがやってきました。これならしっかりと乗れそうですね。ではボールはここにセットしておきましょう。あれでもラパちゃん帰っちゃいました。もう一回やってみます。皆さんは真ん中の丸い穴にご注目。ラパーン。さあ覚えてますか？グレーの小さな猫がやってくるはずです。来るかなどうかな、どうでしょう。起きるさーん。違う猫です。やってきたのはエキゾチックロックヘア、名前を夏目と言います。昭和ラパの代わりに夏目くんが頭取り披露してくれるようですが、夏目くん、キャットストリートに気まぐれボーイです。今日は乗ってくれるんでしょうか。さあ夏目くん、まずはボールのところまでスタンバイしてもらいましょう。夏目の気合が上がったら玉乗りはスタートです。さあ夏目くんどうかな。ちょっとまだ気合が上がりきってないようですね。さあ夏目くんの集中力を高めていくためにはまずは柔軟体操がとっても大事。さあまずはちょっとずつ歩いて歩いてお客様の様子もしっかりと見ていきます。その次はあの棒にプリプリの尻尾をぶつけて、さあ尻尾がバランス感覚が重要になりますからね。これで進めていきますよ。それでは夏目くん気合いを入れていきましょう。さあこの後は夏目くんボールの上にスタンバイスタンバイ。ちょっと手術が方向見てる。ちょっと夏目くん、さてお分かりかと思いますがこれが猫です。なんと自由気ままなんでしょうか。では今日は夏目くんともっと仲良しのお姉さんを呼んで玉乗り挑戦してもらいましょう。それでは夏目くん分かってますね。お姉さんを待っています。それではお姉さんお願いします。さあ夏目くんとお姉さんと仲良くやっていきましょう。それでは夏目くんの玉乗りは一度限りです。しっかりとご覧ください。さあそれでは夏目くん、まずはボールの上にスタンバイしていきましょう。それでは夏目くん、ボールの上にくるっと回って、スタンバイ。この後、おーし、もう一回ボールに乗り直して、さあ、いけるかな、夏目くん。さあ、ここからです。皆さん、お見逃しないよ。しっかりと見ていてください。乗って乗って乗って。さあ、始まりました。もう一度皆さん、夏目に大きな拍手をお願いします。